ークの開幕。ゾウ、最下集をすべて絶やせ。ここは絶対に倒産。この征伐には織田の主力が参戦している。戦力の大幅低下は避けねばならぬ。さてに虎視眈々と隙をうかがってるし、5人以上苦笑がやられたら厳しいかな。水産場にて守りを固め候。織田の面々、最後はお任せあれ。開門。全滅だと。嘘だろ。うわあ、信長。負けっぱなしは嫌なの。いつかの夢、ここでさせてもらうわ。悪いな、この戦美女の手でも借りてない。仲間の仇を討つために。敵将撃つ。ちとっと秀吉、これがお前らの織田のやり方かよ。殺したりねってのか信長。あなたに服を呼んであげるの。仲間の敵討ちに手助けしてあげたかったけど。嘘ばっかだけど優しい女だな。だが絶対許さねえ。開門。最下衆本陣への門が開いた。行くで孫一。最下孫一はここにいるはずだが。織田を取り入れないで誘い込んだ。あとは頼んだぜ毛利軍。少しでも織田の戦力を減らしてこないと。これも中国遠征の手を緩めてもらうためだ。何まで動くと。杉三条の久秀殿、出陣を願いましょう。要請、確かに受け止まった。松永、久秀、ただいまよりゴムポンつかまつる。久秀殿、そうか。久秀殿、なぜ言ったはずだ。光秀、我が輩は我が輩の運命を奪い返すと。楽しませよ久秀。勝利条件変更。開門。
壮大な宴の始まりだ。燃やせ燃やせ。信長には心底楽しんでもらわねば。意味なく田畑を燃やすのは感心しないな。民の反感を買ってしまうよ。長台詞の割に言うことが実につまらん。おれ、今のうちに信長の首を取ってしまえ。今こそ日頃の恩に応えよう。討ち取ったぞ。信長は天下無双、抗うなど無価値。私を止めに来たのですか、ご苦労様。ですが策はほとんど完成しています。兵は神速をたっ飛ぶか。できながら見事です。毛利の軍師の置き土産があるかもよ。本陣の警戒怠らないようにね。事前に教えていただいたおかげで奇襲にも落ち着いて対処できます。乗れ、廃人図は渡さんぞ。余裕は日頃から松永殿に騒ぎだ。この一世一代の大舞台見届けないとね。おお、廃人図だ。これで敵の位置が手に取るように分かる。奇襲を救いに来たぜ。敵将ここに滅した。敗走
さあさあ、織田の面々進まれよ。我が輩の物語はまだまだ続くぞ。開門。地獄への序章にすん。後世に意味のある戦いになればいいんだが。織田軍にはやっぱりかなわないか。でも強大さゆえに潜む危うさも感じたよ。最下孫一捕らえたか。即刻処刑せよ。はあ、秀吉、秀吉。おお、残るはこの天下の大役人のみか。信長、我が輩の運命の終局見届けよ。開門。よかろう。信長様、お待ちください。藁があるやもしれません。さあ、大詰めだ。およせ、焦がせ、吹き飛ばせ。開門。くだらぬ、滅せ。なき戦ぶり、実にお見事。松永久秀、天守にてお待ち申し上げる。開門。来たか信長、ねじ曲げられた我が輩の運命を今取り戻す。おっと、であるかは禁止。これは我が輩の我が輩による我が輩のための物語よ。である。